皆さんまたお目にかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原栄一です。私は先日ナイトポートレートでこのような写真を撮りました。実はこの写真、9月14日発売のレンズベビーの新レンズソル45を使って撮ったものなんです。このパンケーキみたいな形状をしているソル45、ミラーレス用は形状多少異なるわけなんですが、このソル45、実は普通のレンズと違うのは、普通のレンズ 45mm 相当で撮るとこのように全体にピントが、同じような距離にあるようなものはピントが合って見えるのに対して、ソル45はレンズベビーらしい描写ということで、中心部分、狙った部分だけピントが合って周囲がボケるといった描写になるんですね。そしてこのレンズベビーソル45、マニュアルフォーカスのレンズなんで、ここにピントリングがついてます。金属でここにね、あやめ型、斜めにギザギザが入っているようなローレットがあって回しやすい形状をしているんですが、もう一つあやめ型のローレットがついているこのリング、これを緩めるとレンズベビーの特徴であるこのティルトが効く、レンズを傾けることによってピントが合う位置を、ゾーンを移動させることができるという機能が使えるんです。この新レンズベビーのソル45は現行品コンポーザープロ2というモデルがありますが、これに比べると、できることできないことというのがありまして、このコンポーザーのシリーズですと割とこの傾ける角度が大きかったり、ボールジョイントになってたりということと、あとはレンズ部分が交換ができる、さらに、絞りが変更できるというところに違いがありますね。こう絞りバネが出てきて、絞りが、F16 ぐらいまで変えられたりとか開けたりできるというところがあるんですが、こういった機能の中でレンズベビーソル45はシンプル、ソルの S はおそらくシンプルという意味だと思うんですけども、レンズ交換はできませんし、絞りもあの F3.5 固定というところが、シンプルにしているところです。その代わり、今回のソル45シンプルにした分お値段もお手頃ということで、3万円ぐらいでの販売価格という想定をしています。でソル45は単にシンプルにしただけのレンズじゃなくって、新しい機能ということでボケブレードというのをつけています。このアームのようなものを2つ出すとこうやって、ラインができますが、このライン上のものが背景のボケに影響することで、背景の様子変わります。まずボケブレードを使って撮った写真です。背景が風のように流れるようなというイメージができますね。で、このボケブレード2つありますけども、片方だけにして使うこともできます。片方だけにすると背景のボケが変化するのが画面の一部半分だけになりますね。で、さらにこのボケブレードなんですけども、ぐるぐる回すと、これピントリング今もありましたけど、ピントリングを固定したままでもこの中のボケブレードだけ回すことができますので、ボケの方向を横だけじゃなくて縦とかね、自分の好きな方向に調整することができるんです。機能をシンプルにしたことでお求めやすい価格を実現したレンズベビーの新モデルソル45、そしてマイクロフォーサーズ用のソル22、9月14日の発売です。私のこれから行うイベントでは、9月8日名古屋デジカメフェアですね、デジカメフェアの2018、こちらの会場で、午後レンズベビーの体験会を行います。また、9月15日16日札幌ファクトリーで行われるキュイキュイ2018でもご体験いただけます。ぜひそれぞれの会場お近くの方お越しください。